ショップトペッカーの大村です。今回ご紹介するお車は平成14年式シルビアスペック R V パッケージ走行10万4000キロです。はい、まずは、外装からのご説明です。まずですね、変わってるのはですね、まあ、外見で変わってるのはこのホイールですね。あと車高調が入ってますので車高が若干落ちてます。でその他はノーマルですね。はい、では状態いきますね。まずフロントバンパーですね、ちょっとこちら色あっせみたいな感じになってますね。このライトの前のここですね。それとここタッチペン跡がありました。飛び石傷が数点ありますね。でここちょっと傷がありまして、ここもこう線傷ですねがありますね。で、ボンネットですね。ボンネットも多少飛び石傷がありまして、ちょっとこの辺りに少しなんていうんですかね、ペイントシミっていうのがありますね。あとここ少しエクボへこみがありますね。ここですね。はい、で右側面ですね。右側面は特にないかな。この辺りが少しちょっとへこんでるように見えますね。本当に薄い感じです。あとここですね。ここ傷みたいなのがありますね。でリアですね。リアちょっとこちらにタッチペン跡が数箇所ありますね。でトランクはここに少し傷ですかね。その他は問題なさそうですね。で左側面、この辺り、この辺りに少し傷がありますね。でフェンダーここ、まあ、エクボへこみが連なってちょっと2個ぐらいこの範囲にあるんですね。でルーフもう特に問題ないですね。綺麗です。はい、以上、外装のご説明でした。はい、続きまして内装のご説明です。まずですね、ハンドルですね、ちょっとこちら擦れて削れてますね。まあ、ハンドルは何か、車外に変えてもいいと思います。で、センターコンソールですね、ちょっと映るかな、まあ、傷みたいな感じでちょっとこれよく、まあ、シルビア必ずなると言っていいんですが、ちょっと色ハゲみたいな感じに少しなってますね。でダッシュボード特に問題ないですね。でシート、これかなり状態いいです。大きな擦れっていうのもほとんどね、ここら辺が少し擦れてるぐらいで、こうボロボロに破れてるとかも特にないですし、まずですね、張りがかなりあります。かなり弾力ありますね。で座面はこんな感じですね。まあ、パッと見スウェード調なんですけど、これもペタッとこうツヤ感が出てるとかそんな感じにもなってないです。で助手席ご覧の通りですね、申し分ないですね。でリア、まあ、リアはもう物置きで使う感覚ですね。2シーターっていうか、その2ドアの宿命というかですね、こんな感じです。で、ルーフ、天井、天張りですね、は特に傷とか汚れなく、綺麗です。以上、内装のご説明でした。はい、続きましてエンジンルームのご説明です。やっぱいいですね、 SR エンジン。僕この車、このエンジンのですね、見た目が好きです。まあ、まず縦に置いてるっていうのがですね、一番好きなレイアウトなんですけどね。まあ、あまり言うことじゃないかもしれないですけど、いろいろお世話になったエンジンでもありますね。で、まあ、エンジンルームから見てですね、車外品はですね、まずこのエアクリーナーですね、通称毒キノコですね。とあと下回りのご説明で、もちろんお通しますが、車高調の頭調整式ピルアッパーですね、ついてますね。ちょっとアップでこんな感じです。その他ノーマルです。そして状態がかなりいいです。ちょっと一個一個説明はあれなんで、ラジエーターから、時計回りに
ゆっくり動かします。パイプ類とかもですね、かなり状態いいですね。でタペットカバーとかのですね、あのオイルにじみ漏れとかもほぼないですね。ちょっと映せる範囲で映しますね。こんな感じです。はい、以上、エンジンルームのご説明でした。はい、最後に下回りのご説明です。まずですね、足回りはですね、前後ともクスコの車高調になりますね。後ろは後ほど、しますね。で、各部状態ですね、足回り等は特に、問題ないですね。アーム類見てもですね。でフロアですね、まあ、こういった表面差にはございますが深いものではないですね。でミッションですね、でリアでですね、でこれリアの左ですね。で、まあリアのフロアとかですね、もうご覧の通りですね、かなり、綺麗です。で本当にもう、深い錆とかもなく状態いいですね。でまあこういったのを見てもですね、ノーマルマフラー、まあ、ここからは自分で好きなマフラー入れてもらってもいいですし、逆にこうシルビアとかですね、ノーマルが重宝されますんでですね、これはこれで持っとくといいアイテムだと思います。以上、下回りのご説明でした。